意義あり。かけふうかけ。逆転裁判ワンツースリー、なるほどセレクションやっていきましょう。さあ、ついに来ました、逆転裁判。こちら、まあ有名な作品でございますね。私初見です。情報が、私子供の頃ですね、面白フラッシュ倉庫かな面白フラッシュ倉庫でなんかモナーが出てくるやつで、なんか逆転裁判のパロディみたいなのを見た記憶があるのと、意義ありしか情報が。あとこのなるほどくんかな、なるほどくんがおそらく弁護士で、三剣賢治って方いましたよね、確かね。このなるほどくんのライバル的な存在なのかな、その三剣賢治、なるほど、意義ありとモナのみの情報で私戦っていきます。よろしくお願いします。では初めから、逆転裁判よみがえる逆転と逆転裁判2ですね。じゃあ3もあるのかな、はいはいはい。じゃあまずはこちら1かな、初代逆転裁判よみがえる逆転、このタイトルを遊ばせていただきましょう。おー、第1話、初めての逆転。この人犯人だよね。このおでこにほくろある人だ、犯人だよね。あ、でもこの中心にいる人、なるほどくんじゃないですよね。なんかもっとなんか青いスーツ着てピシッとしてた人がなるほどくんのイメージがあるんだけど、まあ、ちょっとやっていきましょうか。早速、初めての逆転を開始しますか。はい。え、もうあの人犯人だよな。なんだ、痴漢は、あ、やったな、あいつだろう。え、女性の頭そんな殴ったん、くそ、なんで俺がこんな目に。捕まりたくねえ、こんなことで。あいつだろう。ほらな、誰かがやったことにするんだ。そうだ、あいつだ。誰だ、あいつがやったことにすれば。なるほどね、真犯人分かった状態でこいつの悪事を暴いていくわけだ。8月3日午前9時47分地方裁判所、被告人第二控室。え、何、あ、なるほどくん、よし、知ってる人が来た。緊張するな。え、もういきなりこれ裁判始まっちゃうのかな。あ、千尋、女の子かな。なるほどくん、あー、見たことあるか。セクシーすぎない、でも所長なのか。ふう、なんとか間に合ったわね。どうかしら、初めての法廷は。あ、上司的な人かな。こんなにドキドキするの、小学校の学級裁判の時以来です。なるほどくん、薄い人生送ってない。もっと弁護士の試験受ける時とかドキドキするだろう。薄い人生送ってるよ。それはそれは、ずいぶんご無沙汰してるのね。まあ、所長、今日はすいません、忙しいのに。あ、手助けしてくれるのかな。うん、構わないわ、可愛い部下の初舞台だもの。それにしても初めての法廷で殺人事件を扱うなんてすごい度胸ね。感心するわ、あなたにもあなたの依頼人にも。あ、はい、借りがあるんですよ、やつには。え、あの依頼人の方に、知り合いなのか。ええ、実は僕がこうして弁護士になったのもある意味やつのおかげみたいなところがあるんです。それ初耳ね。初耳です。僕あいつの力になってやりたいんです、助けてやりたい。誰だ、依頼人か。おしまいだ、もう何もかもおしまいなんだ。あそこで叫んでるの、あなたの依頼人じゃない。ほら、そうですね、知る。
死ぬぞ、俺はもう死んでやるんだ。死にたがってるわよ。はあ、大丈夫か。真ん中に映ってたやつ、やはりっていうのか。なるほど、やはりちょっと引いてるやん。有罪だ、俺を有罪にしてくれよ。どうした。死刑でも何でもガクらってさっぱり死なせてくれ。何があった。どうした、大丈夫か。そんなこと言うなって。どうしたんだよ、やはり。そうだよ、ダメだよ、やっぱり俺ダメなんだ。あの女がいない人生なんて死んだ方がマシだ。え、被害者の女性となんか関係が。誰が一体彼女を教えてくれよ。なるほど、彼女を殺害した犯人か。ああ、じゃあこのやはりっていう人の彼女が被害者なのか。で、あのあれね、ほくろの人に殺されたのね。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。なるほど、そいつに罪をなすりつけられたんだ、こいつが、彼氏に。あ、来ました。僕の名前はなるほど龍一、3ヶ月前に弁護士になったばかり。今日は初めての法廷だ。さて、今回の事件は至ってシンプル。マンションの一室で若い女性が殺害された。逮捕されたのは不運にも彼女と付き合っていた男、やはりね、やはりまさし、小学校からの大親友だ。幼馴染的な人かな。事件の陰にやっぱりやはりと言われ続けて23年。トラブルメーカーなのか。なぜかいつでもきついトラブルに巻き込まれている。ただ一つ言えることは、お前はそんな悪いやつじゃねえってことか。ありがとうございます。悪いのはこいつじゃない、ただひたすら運が悪いだけ。いいやつだってことは誰よりもこの僕が知っている。そして何より僕はこいつに大きな借りがある。この赤文字はちょっと重要なことってことかな。助けてやるんだ、絶対に。あ、なるほどくんもいい人そう。え、まだなるほどくんの姿見てないよ。見して姿。8月3日午前10時、地方裁判所第2法廷。え、もう始まるの。え、裁判官ちょっと待って、もう始まるの。お前全然情報ないんだって。いける、裁判いける、これ。俺ないよ、法律の知識とかもそんなないよ。これよりやはりまさしの法廷を改定します。誰検事側か、検察側か。検察側準備完了しております。アウチ。アウチさんですか。俺検事側、検察側、俺三剣さんしか知らないのよ。なんか赤い服着たねえ、かっこいい人。あ、初めて見ました。どうもはじめまして、なるほど龍一さん、吉野と申します。弁護側も準備完了しております。お、どうした。なるほど君、君は確か今日が初めての法廷だったかな。はい、緊張してます。緊張してますよ。依頼人が有罪になるか無罪になるかは弁護士にかかっています。でもなんかほとんど有罪って話聞きましたよ。無罪になることなんて稀だとか。弁護士である君がそんなに緊張していては困りますね。すいません。そうですね、裁判を進める前に本当に準備完了しているか確かめさせてもらいましょうか。え、何？チュートリアルか。チュートリアルだよな。わあ、頭の中が真っ白になってきたぞ。簡単な質問をするから答えてください。まずこの事件の被告人の名前を言ってみなさい。被告人か、被告人はやはりいません。千尋さん。あやりって言うんだ。いや、千尋さん。言えない言えない、上司の名前。やはりまさしですね、被告人は。被告人、それはまあやはりくんのことですよね。その通り、そんな感じで落ち着いて答えればよろしい。じゃあ、まだあるの。次の質問です。今日の裁判は殺人事件ですが、被害者の名前を教えてください。え、被害者出てきた名前。それなら分かるぞ、あれだけ調書を読んだからな。いや、それは確かにね、
本当に弁護士やってるんだったら知らないといけないんだけど、プレイヤーの俺は、え？ってあれ、ど忘れしちまったぞ、名前なんだっけ。やはりごめん。やはり有罪になっちまうかも。ちょっとなるほどくんポンコツすぎない？あ、いたの千尋さん、危ねえ。ごめん、被告人のとこに千尋さんの選択肢あったよ。なるほどくん、あなたって人は被害者の名前も知らないの？怒っていい、これは怒っていいぞ。そんなわけないじゃないですか。ちょっと忘れちゃっただけです。よくないよ、よくないよ。頭が痛くなってきたわ。千尋さんいいな。事件のことは法廷記録を見ればわかります。タブで好きな時に見ることができるから、あ、いつでもチェックしておいてね、お願いだから。なるほど、チュートリアルじゃない。答えてもらいましょう。この事件の被害者の名前は、ここでもう押せるのかな。押せる。証拠品ファイル、弁護士バッジ、これがないと誰も僕を弁護士として認めてくれない。まあ3ヶ月だからな、これからだよな、弁護士の雰囲気が出るのは。あ、これは高日か、高実、高日かな、高日美香の解剖記録、死亡時刻は7月31日午前4時以降から5時まで、鈍器による一撃で失血死。なんかあのね、象みたいなやつで殴られてましたよね。これも覚えといた方がいいのかな。まあ、とりあえず、高日美香さんですね。はいはいはい。また千尋さんの名前あるやん。サイコパスすぎない？ここで千尋さんの名前だっつって。さっき千尋さんに怒られてたのに、被害者の名前で千尋さんの名前出すって。サイコパスすぎないか、なるほどくん。すいません、ちょっと美香さんでここは行かせてもらいます。被害者の名前は高日美香さんです。お、よろしい。では彼女はどうやって殺害されたか。被害者の死因は、これは鈍器で殴られました。鈍器で一発ガツンと殴られて。その通り。じゃあ質問はこれぐらいにして、そろそろ審議を始めましょう。君もだいぶ落ち着いてきたようですからね。はい、そうでもないんかい。さて、ちょっといいですか。あない、アウチか。アウチってこういう感じだったんだ。アウチ検事、何でしょうか裁判長。今、なるほどくんが言った通り、被害者は鈍器で殴られています。その鈍器ですが、具体的にはどういう。お、凶器はこの考える人の置物です。はい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 。これのなんか頭部分から血が滴り落ちてましたよね。死体のそばに転がっておりました。うーん、証拠品として受理しましょう。あ、来た来た。置物、考える人の形をかたどった置物、かなり重い。はい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 。なるほどくん、なになに。裁判が進むとこんな風に証拠品が提出されていくの。証拠品のデータはこれからあなたの武器になるから、法廷記録をチェックしておいた方がいいわよ。はいはいはい。なるほど、こういうことも使って、犯人を追い詰めていくのかな。では青内検事、証人を呼んでください。まず、被告人やはりくんの話を聞きたいと思います。あの所長、僕はどうすれば。本当に新人だな。今は依頼人を助けるための情報を聞き逃さないこと。反撃のチャンスは後で、必ずやってくるわ。彼が余計なことを言わないように祈りましょう。心配だ、やはり熱すぐに興奮するからな。あ、やはりが来るのか。証人ってやはりか。被告人いたよな。なんか偉そうな顔してたな。余裕たっぷりの顔してたぞ、やはり。さて、やはりくん、君は最近被害者に振られたそうですね。振られたの？彼女じゃなかったの？動機あるやん。なんだとこら。ダメだ。ごめん、やはり有罪になるかもしれん。今世紀最高のカップに向かってなんてことを。いきなりかよ。ただ最近電話に出なかったり、会おうとしても断れただけだ。やはりなめんな。やばい。やはり世間ではそういう状況を振られたと呼んでいます。
実際彼女は君をほったらかしして遊び回っていた。殺害される前の日も海外旅行から帰ったばかりだったんだよ。なんだと？やはり落ち着いて。そんなの嘘だ。俺は信じるぞ。裁判長、被害者のパスポートです。亡くなる前日まで彼女はニューヨークにいたようですね。証拠品、パスポートのデータを法定記録にファイルした。パスポート、事件の前日7月30日にニューヨークから帰国しているようだ。確かに帰国の日付は死亡の前日だ。そんなやはり助けてやるからな。俺が助けてやるからな。彼女はモデルでしたが収入は大したことはありません。どうやら彼女にはパパがたくさんいたようです。パパ？やだ、パパが素敵なこと。お小遣いをくれるおじさんたちのことです。彼女は彼らから金を援助してもらって遊んでいたわけだ。なんだって？やはり被害者の高日美香はそういう人間だった。君は彼女についてどう思うかな、やはりくん。なるほどくん。どうしたどうした。この質問には答えさせない方がいいかもしれないよね。なるほど、やはりのことだ。とんでもないことを口走るかも。どうしよう。答えさせない。はいはいはい、こういうこともできるんだ。お、意義ありか。出るか意義あり。初意義あり楽しみやな。初意義あり楽しみだぜ俺は。やはりくんは被害者が他の男性と付き合っていたのは知らなかった。したがって今の質問は事件とは関係ありません。かっこいいね。むぐぐ。そんなにそんなに食らうんだダメージ。何言ってんだ。なるほど、関係ないことあるか。ちょっと黙ってようか。やはりくんちょっと黙ってようか。舐めやがってあの女。おいおいおい、手のひら狂うかすごいな。やはり死んでやる。もう死んでやるぞ。天国であの女を問い詰めてやるんだ。では審理を続けましょうか。冷静な裁判官。とにかく被告人の動機は、お分かりいただけたと思います。まあ確かにね、とてもよく。じゃあ次の質問に移りましょう。事件があった日、君は彼女の部屋に行かなかったかな。言ってるな。やはりこいつ言ってんな、彼女の部屋。どうなのかな。何がどうなんだよ。あの様子じゃあいつ部屋に行ってるな。どうしよう。あー、これはまあ正直に答えさせた方がいいんじゃないかな。やっぱね、正直にこう心象を良くしてこう。よし、合図を送るぞ。正直に答えろ。伝わるか。伝わるかそれ。伝わった。さすが大親友。伝わるね、いいですね。あ、確かにその言ったよ、言ったさ。落ち着いて、静粛に。よし、セリフ先取り。それでやはりくん、そんな目で見るなよな。あいつ留守でさ、会えなかったわけよ結局。初意義あり、アウチ。そうなんだ、このゲームって声高。アウチの声高。やばいやばいやばい。俺の意義あり、俺の初意義ありをアウチに取られたんだけどね。ねえ、なあ、せんなセッションなことある。裁判長、被告人は嘘をついております。嘘？我々には今の嘘を立証する証人がいます。それは話が早い。どんな証人ですかな。死体の発見者です。これが真犯人なんじゃない。彼は死体を発見する直前に殺人現場から逃げていく被告人やはりくんを目撃しているのです。罪をなすりつけるとか言ってたもんな、あのほくろだろ。静粛に。アウチ検事、その証人を呼んでください。はは、とんでもないことになってきたぞ。こういうのって弁護士知らされてないもんなんだ。事件当日、現場のマンションで新聞の勧誘をしていた。
山野星夫さんを入廷させてください。あーこいつだ、こいつです、犯人こいつですよ裁判官。山野さん、新聞勧誘員をしておられる。はあ、さようでございます。はい。では早速証言をしていただきましょう。あなたが事件当日見たことを話してください。お、あ、来た、証言開始。え、何、え、事件の当日目撃したこと証言中。な、何すればいいの俺は。BGM すごいいいよ、熱い熱い熱い。勧誘しておりましたら、とある部屋から男が出てきたんです。男は慌ててドアを半開きにしたまま行ってしまいました。やはりだな、あの後ろ姿はやはりですね。おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんでございます。するとなんと、女の人が死んでいるじゃございませんか。私腰が抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。私すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、それで近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えております。お昼過ぎの2時でした。逃げた男は間違いなくそこの被告人の方でございます。あー、どっか矛盾あったかな。うん、やはりなんで正直に話してくれなかったんだ。本当だよ、こんなにはっきり見られてちゃ弁護なんかしようがない。ところで現場にあった電話はなぜ通じなかったのかな。はい、事件があった時間マンションは停電中だったんです。しかし停電中でも確か電話は使えるはずでは。あ、そうなんだ。はい、その通りです。しかし機種によっては、呼気の使用はできないのです。現場で山野さんが手にしたのはそういうタイプの呼気でした。裁判長、念のため停電の記録を提出します。はいはいはい。事件当日の午後1時から6時過ぎまで現場のマンションは停電だった。では弁護人。はい、尋問をお願いします。尋問ですか。さあ、なるほどくん、いよいよ本番よ。やばい、わかんないよ。何をわかんないよ俺。ねえ、あの尋問ってどうすれば。今の証言の嘘を暴くのよ、もちろん。嘘ですか。あなたの依頼人が無実なら、あんな目撃証言なんか嘘に決まってるでしょう。それともあなたは、依頼人の無実を信じていないの。でもどうやって。鍵を握っているのは証拠品よ。あの証言の、証人の証言と証拠品のデータとの間には何か決定的な食い違い、すなわち矛盾があるはず。まず法廷記録と証言で矛盾している部分を探すの。そして矛盾している証拠品を見つけたら、それをあの証人に突きつけてやりなさい。はあ。証言と食い違う部分を探して。なるほどなるほど。うわー、尋問開始いきました。事件の当日目撃したこと。はいはいはい。勧誘しておりましたら、とある男が、なるほどなるほど、突きつけるタブ、ちょっと待ってくださいね。なるほどなるほど、これで、これのどれかと矛盾していると。はい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 。右上にあるのこれ体力メーターかな。4時以降5時まで死亡推定時刻だもんね。でもなんか2時に見たとか言ってなかったか。ちょっと待てよ、見つけたかもしれない、いきなり。はい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 、ここは OK。 男は慌ててドアを半開きにしたまま行ってしまいました。ここも OK。 おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんでございます。鶴南の女の人、これいきなり死んでるってことに気づくのもおかしいけどな。よくあるよくあるパターンですけど。私腰が抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。はいはい、警察を呼ぼうと思ったんです。電話が通じなかった。で、公衆電話から通報しました。ここだ。時間ははっきり覚えています。お昼過ぎの2時でした。おかしいですね山野さん。2時ですか。死亡推定時刻は4時以降5時までとなっておりますね。これを突きつけてやる。来た、意義あり。来た。うん、これが初意義ありだ。意義ありじゃないのよ、アウチ。アウチケンジの意義あり。あれが俺の初めての意義ありってやだな。死体を見つけたのが2時。
間違いありませんか？ええ、2時でしたね、確かに。おかしいですね。しかし、それはおかしいんですよ。この解剖記録のデータと明らかに矛盾しています。被害者が死んだのは午後4時より後なんです。2時に死体を見つけられるはずは絶対にありません。どうして2時間もズレがあるんでしょうか。入れよう、いいよ。いいよ、いいよ。え、それは。声高えな。あ、うちの声高えな。それはただ些細なことです。単なる記憶違いでして。いや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 。こんな厳正な場でそんな記憶違い、全然些細なことじゃありませんよ。あ、来ました。私にはそうは思えません。裁判官。そうだ、よく言った裁判官。山野さん、どうして死体を見つけた時間を2時だと？どうしてでしょうね。ツッコミか。これはツッコミなのかな。見事なツッコミよ、なるほどくん。そうやって矛盾を指摘していけばいいの。嘘は必ず次の嘘を生み出すはず。その嘘をまた見抜いてあいつを追い詰めましょう。ありがとうございます。千尋さんがいてくれたおかげです。あ、そうそう、思い出しました。ではもう一度証言してもらいましょうかな。なるほど、これの繰り返しだ。証言開始。死体を発見した時間について。死体を見つけた時、時間が聞こえてきたんでございます。あの音、時報みたいな感じで、多分テレビだったと思います。おかしいですね。見つけましたよ。古畑任三郎さんが、好きな古畑任三郎さんが出てくる。停電中だったはずですよ。あ、でも時報にしては2時間もずれていたんですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたのではないでしょうか。その音を聞いたから2時だったと思い込んでしまったんでしょうね。どうもご迷惑をおかけいたしました。はい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 。なるほど、ビデオで時報の音を聞いた。では弁護に尋問をお願いします。なるほどくん、もうやり方はバッチリよね。任せてください。見ててください、千尋さん。尋問開始。死体を発見した時間について。はい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 。なるほどなるほど。定分テレビだったと思います。はいはいはい。ビデオを見ていたとこですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたのではないでしょうか。ここだ。停電記録。事件当日の午後1時から6時過ぎまで、現場のマンションは停電だったんだ。いきなり。ちょっと待ってください。そもそもマンションは停電だったはずですよね。この記録がそれを証明しています。おー、来ましたよ。暑いね、やっぱ逆転裁判。いやー、売れるわけだぜ。めちゃくちゃ面白いじゃねえか。テレビにしろビデオにしろ使えるわけがないじゃないですか。それは確かにその通り。山野さん、どういうことですかな。いや私もそのどういうことなのか。あ、そうだ、思い出しました。山野さん、証言は最初から正確にお願いしますよ。もっと言ってやる、裁判官。あなたという人物が怪しく見えてきます。なんだか妙に。裁判官が突っ込んでくれた。申し訳ございません。でも何分死体を見たショックで。もういい、わかりました。ではさらに証言をお願いしましょう。おー、まだ粘るね、山野さん。時間を聞いたことについて。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。現場には置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。おそらくあれで時間が分かったんだと思います。置き時計？時計を見た。まあそれなら理解できますね。では弁護に尋問を。わかりました。置き時計なの、あれって。置物じゃなくて。時間を聞いたことに、聞いたの見たんでした。現場には置き時計があったんじゃないですか。ん？これって時計なんだ。ちょっと突きつけてみます。これはちょっとやべえ、自信ないかも。これは時計なのか、あれデジタル時計なのか、これ。
ちょ、間違ったらごめんね、なるほどくん。かっこよく言いやりしてくれたけど、間違ってたらごめんね。凶器はこの通り置物なんですよ。そうなんだよ。これのどこが時計なんですか？あんた何なんだ、さっきから偉そうに。切れたぞ。山野がついに切れたぞ。山野さん、質問に答えてください。私は見たんだ。そいつは置き時計なんだよ。裁判長、ちょっとよろしいですか？どうしましたか、内検事。この置物は証人の言う通り、実は置き時計なんです。そうなの？首がスイッチになっていまして、時間をアナウンスするタイプです。時計には見えないので、置物として提出したんです。いや、困るな、そういうことされるとな。凶器は実は置き時計だったと。どうかな、なるほど君。山野さんの証言は間違っていない。これは確かに時計なんだから。山野さんの証言についても問題は…いや、これもうないにしたらダメだよね。ちょっともうちょっと見てみましょうか。裁判長、大きな問題が残っています。その置物が時計だとしたら実際に手に取るしかありません。本当だ。部屋に入っていないと言ったこいつは。ありがとう、なるほどくん。協力していこうじゃないか、これからもな。しかし証人は部屋に入らなかったと証言している。お、来た。これは明らかに矛盾しています。確かに。なぜ証人が時計のことを知っていたか。それは事件当日部屋に入ったからだ。あなたは嘘をついている。いいですよ、あなたはあの日現場の部屋に入ったのです。なんだと。知らねえぞ俺は。そうだ、あの置き時計で被害者を殴ったのはあなただったんだ。彼女を殴った時の弾みであの時計は鳴った。あなたはその音を聞いたんです。おお、いいよいいよいいよ、追い詰めれてるんじゃない。静粛に。面白い、なるほどくん、続けなさい。はい。そうです、こいつです、犯人。山野さん、きっとあなたはかなり驚いたはずです。あー、これで殴ったんですもんね。被害者を殴った瞬間、置物が急に喋り出したわけですから、その声が強烈に印象に残ってしまった。だからあなたは時間だけを妙にはっきり覚えていたんです。これは時差じゃないか。海外に行ってたって言ってたもんな。いやでもこんな置物持ってくかな。お土産か。声高いな。どういうつもりですか。そんな、いい加減な言いがかりは。いい加減かどうかは証人の顔を見てください。証人、どうなんですか。あなたが殴ったんですか。私はその決して、あの、私が聞いた、いや見たのは、うわ。うるせえんだよ、細かいことぐちぐちと。あいつだ、俺は見たんだよ、死刑だ、あの男に死刑を。山野くん、山野くん。そりゃざわつくわ。静粛に静粛に。裁判長、お待ちください。ただいまの弁護人の主張には証拠のかけらもありません。なるほどくん。あ、違う、ごめんなさい、裁判長だった。なるほどくん。はい。証人が聞いたという時報がこの時計の音だったという証拠、そんな証拠はあるのですか。これは重要な問題だ、よく考えないと。そうですね、山野さんが聞いたのはこの置き時計の音だったのです。それを証明することは簡単だと思います。それは時計を鳴らしてみるじゃないか。違うのかな。とりあえず鳴らしてみましょうか。これで時差とかじゃないのかな。この場で置き時計を鳴らしてみればいいんですよね。裁判長、その時計を貸してください。いいですか、よく聞いてください。おそらく9時25分だと思う。今のアイス、今のアナウンスだったの。おそらく9時25分だと思う。なんか変なアナウンスをする時計ですね。まあ考える人ですから。で、このアナウンスがどうかしましたか。青内健治、今本当は何時ですか。来たぞこれ、11時25分。あー。2時間遅れているんですよ、この置き時計は。
殺人現場で山野さんが聞いた時刻と同じくね、死亡推定時刻から2時間前ってことか。さあどうですか、言い逃れできますか山野さん。時差関係なかった時差じゃなかった、海外との。へえ、あんた一つ見逃してるよ。え、何？何のことだ。確かにその時計は2時間遅れてみたいだな。だがな、その時計が事件当日にも遅れていたかどうか、その証拠がない限り証明したことにはならねえぜ。ああ、まあ確かに、なるほど。俺結構口癖なるほどなのよなるほどくんがいるとちょっとややこしいぞそんなこと証明できるわけないじゃないか。くそ、あと一歩だって言うのに。なるほどくん、どうやらあなたはそれを証明するのは無理なようですね。何？はい。となると山野さんの言う通り、彼を告発することはできません。残念ですがね。いやー、嘘、マジで？ではこれにて山野星吉に対する尋問は終了します。ダメだった？へっ、人がわざわざ証言しに来てやったというのに犯人呼ばわりかよ。まったく弁護士ってのはひどい連中だぜごめんなさい。くそ、山野め、追い詰めてたはずなんだよ。すまない、やはりもう少しだったのに。僕にはもうどうしようもない。嘘、本当？え、なんもないの手は？え、千尋さん千尋さん待ちなさい、星、山野星を千尋さん。なるほどくん、ダメよ、ここで諦めちゃ。考えましょう。でも、もう無理だよ千尋さん。事件があった日に時計が遅れていたかどうかなんて今さら証明しようがない。そうねあれあれ、さっきまでの勢いは千尋さんじゃあいっそのこと発想を逆転させましょう。逆転裁判。あの時計が事件当日も2時間遅れていたかどうか、そう考えるのではなく、そもそもあの時計がなぜ2時間も遅れていたのか、その理由を考えてみるの。なるほどくん、あの時計がなぜ2時間遅れていたかわかる？時差でございます。やっぱ時差使うんだ。わかるぞ。あはい、それなら多分わかると思います。あなたはそれを証明する証拠品を持っているはずよ。それを突きつけてやりましょう。どうですか、なるほどくん。事件があった日には時計はすでに遅れていた。それを証明することができるというのですか？もちろん、ある証拠品でそれを証明できると思います。ほう、できるもんならやってみな。では、時計が遅れていた理由を示す証拠品を提示してもらいましょう。パスポートですな。ニューヨークとの時間はおそらく2時間だ。くらえくらえっつった息やりじゃない、くらえっつったちょっと口悪いなこれですよぐらいにしとこう。くらいじゃなくてこれですよにしよう被害者は事件の前日帰国したばかりでした。ニューヨークと日本では14時間の時差があります。全然2時間じゃなかった、ごめんえ、合ってるこれ、大丈夫？日本では午後4時の時は、向こうは前日の午前2時。なるほど、なるほど。あ、なるほど。ごめんね。なるほど言っちゃうけど、これからも。時計で見れば、その差はちょうど2時間になります。被害者は帰国後、時計の時差をまだ戻していなかったのです。だから、あなたが聞いた時間は2時間ずれていたんだ。どうですか、山野さん。倒れた山野さん泡吹いて倒れたよ、静粛に。え、終わった、どうなった？さて、ここへ来て状況は一変したと言っていいでしょう。青内健二、山野星雄は、あの先ほど緊急逮捕いたしました。来ました。よろしい。なるほどく、はい。正直なところ驚きました。こんなに早く依頼人を救い出した上、真犯人まで見つけ出すとは。 ありがとうございます調子乗ってんな。とにかく今となっては形式には過ぎませんが、被告人やはり馬刺しに判決を言い渡します。無罪。どうも
紙吹雪とか、紙吹雪とかないから。裁判所で紙吹雪とかないから、俺、一回だけ傍聴に行ったことあるんですけど、こんな感じじゃないから。めっちゃ静かに粛々と進むから。では、本日はこれにて閉廷。おー、でも救い出しました。親友救い出した。よかった。山野という男は空き巣の常習犯だったらしい。新聞の回遊をしながら留守の家を狙っていたという。あの日。ああ、なるほどね。これで扉が開いてたんだ、本当に。やはりが部屋を訪ねたとき、被害者は留守だった。彼が立ち去った後、山野は仕事をするため、部屋に侵入。あ、なるほどね。やはりがどっかに出かけたと思ったんだ。この山野は。はい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 。そして部屋を物色中、被害者が帰ってきたのだ。逆上した山野はそばにあった置物を手に取って、もうやめなよ。もう罪を重ねるでない。8月3日、午後2時32分、地方裁判所、被告に第二控室。無事に終わったなんてまだ信じられないよ。俺もだぜ。なるほどくん、やったわね。やったぜ、やったよ千尋さん。ありがとうございます。本当所長のおかげです。ごめんね。被告人とか被害者で所長の名前言おうとしてごめんね。うん、そんなことないわ。とにかく私久しぶりにスカッとしたわ。こんなにニコニコしている所長初めてだ。そうだ、ヤハリのやつも喜んでるだろうな。そうだもんな、ヤハリにとってはな、彼女を失ったもんな。彼女の本当の気持ちを知った上に、それを挽回することもなできなくなっちゃったんだもんな。死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ、そんなこと言うなよ。いやお前は無罪になって事件は終わったんだよ、やはり。でもよ、ミカは帰ってこないんだよな。やはり、そうなんだよな、でもな。おめでとうございます、やっぱりさん。名前間違ってるよ。千尋さんが名前間違ってるよ。やっぱりどうかしましたか、やっぱりさん。いや、なんつうかその、ほんと、ありがとうっす。あれあれ、こいつ。あれ、女の人なら誰でもいいのか、こいつ。こいつ、俺、一生忘れねえから。まあ、おい、助けたのは僕だぞ。そうだ。これ、プレゼント、受け取ってください。証拠品なのよ。凶器プレゼントにするかね。あら、私に？でもそれ、証拠品じゃ。実はこれ、俺があいつのために作ってやった時計なんすよ。あいつのと俺のとで2個作ったんす。え？それをニューヨークまで持ってってたってこと？ミカさんは。あれ？ミカさん、いい人。脈あったぞ、おい、やはり。まあ、あなたが作ったの、これ。そうね。じゃあ、記念にいただくわ。優しいな、千尋さんも。でもよう、なるほど。俺、こんなにあいつのこと思っていたのに。あの女にとって俺、ただのおもちゃだったんだよな。いや、ニューヨークまで持ってってたんなら違うぞ。すげえ悲しいよ。やはり。私、そうは思わないけど。え？彼女は彼女なりに、あなたのことを思っていたはずですよ。慰めなんて。あら、それはどうかしらね。なるほどく、分からず屋の彼に彼女の気持ちが分かる証拠を見せてあげて。はい、そうですね。いきなり言われてもな。え、これは何だろう。え、ニューヨークまで持ってったってことだよな。これ置物渡せばいいのかな、どうだろう。くらえじゃないのよ。法廷じゃないから、これですよにしよう。やはりこれ。なんだよ、この時計がどうかしたか。これ、お前のお手製のオリジナル時計なんだよな。彼女、そう、こいつと一緒に旅行に行ってたんだぜ。たまたま時計がなかったんだろう。それだけで。あ、
それだけでわざわざこんな重いものを。そうだよ、めっちゃ重いから持ってったかどうか不安になったんですよ。ま、何をどう考えるかはお前次第だけど。まあ確かにな。なるほど、今回のことお前に頼んでよかったよ。本当ありがとな。いや、終わり方も素晴らしい。これでよかったのかな。いや、よかったよ。殺人はダメだけどな。そこだけ。事件起きないから物語進まないけど、殺人はほんとダメだよ。なるほどくん、証拠品ってこういうものよ。見る角度によってその意味合いはどうにでも変わってしまうわ。人間だってそう。被告人が有罪か無罪か私たちには知りようがない。弁護士にできるのは彼らを信じることだけ。そして彼らを信じるということは人民を信じるということなの。なるほどくん、強くなりなさい。もっと自分が信じたものを最後まで諦めてはダメ。ああ、いいこと言う。じゃあ私たちも帰りましょうか。そうですね、今夜私パーッとご馳走しちゃおうかな。お寿司行きましょう。やっぱりさんの無罪をお祝いしましょう。はい。あ、そうだ、やっぱりさんといえばあなた彼のおかげで弁護士になったって言ってたわよね。そうそうそう、言ってましたね。はあ、まあある意味ですけど、今度聞かせてね、その話。ものすごく興味があるの。これがじゃあ続編フラグってことなのかな。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。やはりのやつ、友達はいいなぁ。お連呼しつつも、あの考える人の時計以外に依頼料を払う気はないようだ。払え払え、それはそれは請求していいだろ別に。そしてあの時計は再びとんでもない事件を引き起こすことになり、やはりのことを話すという僕の約束は永久に果たされることはなかった。どういうこと？終わり？新しいエピソードが追加されました。帰っちゃうんだ。すいません、今日高い耳が届くかな。まあゆっくりしてってくださいよ。もう被告人っていうのは裁判所にかけられている人のことでしょ。ごめんなさい。聞こえないことにされてる。やべえ、こいつマジでやべえ。繰り返しなんだ、もうこれは繰り返しなんだ。やべえ、なるほどくん、やばすぎ。